ダメ芸人として生きていけばいいんじゃないですか。あ、シェフ、テレビマン、お笑い芸人、はい、もうなんかなっちゃいけない職業のオンパレードみたいな感じですか。大丈夫ですか。そうですね、お笑い芸人、シェフ、普通の企業で働く、この3つで一番やりたいことは。ということで、後編ではそのまま中井さんの人生相談に移らせていただけたらなと思ってます。今の結構付随する部分もあるんですが、改めて中井さんの方から今悩んでいることを成田さんにぶつけていただけたらなと思ってます。先ほどおっしゃられた話だとちょっと似通ってるんですけど、はい、そのお笑い芸人、シェフ、普通の企業で働く、この3つで一番やりたいことは多分お笑いなんですけど、圧倒的に向いてないみたいな。そのサッカー選手で、その身長160で虚弱な人って無理じゃないですか、みたいな感じに思っていて、だからそうなるとまあイタリアンとかイタリア企業みたいなところになってくるんですけど、やっぱりお笑いも頭の中に残っているなっていうのは今現状で、うん、なんかそこに対してはずっとモヤモヤしてるなっていうのはありますね。今あれですよ、3択があるんですよね、中井さんの人生に、はい、お笑い芸人か普通の一般の企業に就職するか、はい、シェフになるかという3択で今迷っていて、はい、でちょうど今上智大学の3年生になって就活のタイミングになったので人生に本格的に悩み始めたっていうところですね。そうですね。っていうところで、先ほど あのお笑いのネタもしていただいたんですけど、はい、すごくでもそ面白かった、ね、その何ですかね、一生懸命だったと思うんで、はい、あの一生懸命さをこれからどう生かしていく、はい、どこにエネルギーを差していくのか、フォローするのにも苦労してますすごいね、練習の時はね面白かったよね、本番面白かった、本番はずっとというところで、はい、そこを悩んでて、で今はお笑い芸人本当はやりたいけど、まあ、周りも就職結構普通の企業行く人が多いし、はい、まあ、就活するかみたいな感じで迷ってるっていう感じですかね。そもそも本当にやりたいことまだ見つかってないっていうのが今リアルってことですかね。そうです、本当にやりたいこと1位で言いますと、うん、仕事関係なく結婚なんですよめちゃくちゃ寂しがり屋で、はい、結婚したいんですよやっぱり、はいはいはい、でやっぱ結婚市場ってなんか遅っけりゃ遅いほど良くないみたいな、良くない、あ、悪い、そうなんですか、悪いというかやっぱ早い方がやっぱいいみたい な、うん、なんか僕の中の固定観念があって、はいはいはい、ってなるとそのお笑い芸人になってるにはリスキーすぎるかなみたいなところで、なんかいい人っすね。いやいやいや、どこですか。ちなみにじゃあ結婚したい人はもういるんですか。すぐ人を好きになる感じで、なんか別に特段この人みたいなはいるんですけど、まあ、20回ぐらい振られたことあるんですけど、別にその人じゃなくても全然結婚したいですねっていう感じではあります。そうしたらなんか紐になって芸人やればいいんだ。紐になれる能力が、ね、あればそれやりたいんですけど、いや、そのダメさを生かして、はい、ああ本当にダメな芸人だなって言って愛してくれる人とかいるんじゃないですか。そうなんですかね、なんかそこが怖くて、そんな人本当いるのかみたいな。いや全然いるでしょ。絶対全然売れない俳優だからこそ愛しちゃう人とか、やっぱもうどうにもこうにもならないスポーツ選手だからこそ好きみたいな人、はい、普通にたくさんいますよね、はい。そうですかね、まあでもそれがなんか僕の、いや全然なんかかっこつけてる凡人よりは、はい、もうダメであることに振り切ってる人の方が全然愛されると思いますけど、ね、でだってその紐として囲いたいような相手っていうのは、はい、その基本的になんかちょっとグダッとしてるペットみたいな存在欲しいわけじゃないですか、はい、だからダメであればダメなほどいいと思うんで、ちょっともうグダグダな方向に振り切ってみて、はい、でそのもうダメ芸人として生きていけばいいんじゃないですか。あ、そうですね、もう芸もダメ、はい、紐紐俺はどうしてこうなってしまったんだろうみたいな芸でいけばいいんじゃないですか。いつかその僕にそんな僕に巡り合ってくれる女性に向けてそれにするみたいな。そうですね。でもすごい不思議なのは、はい、その芸が下手で下手でしょうがないっておっしゃったじゃないですか、はい、そういう自覚があるのに芸が好きっていうのが面白いなと思って、はい、やっぱりなんでなんですか。それはなんか昔から見てたのとか、はい、今も一人暮らしなんですけど、そういう時に助けられたのが、まあ、テレビだったり芸人だったりするので、
大好きなんですけど、はい、やっぱそれはいるじゃないですか。サッカー好きだけどプロになれなかったから、まあ、そういうサッカー関係に働いてますみたいな、まあ、そういうのと同じですね。だったら芸人のサポートとかに回る方が分かりやすいんですか。そうですね。だからテレビ局とかも志望を一応してまして、だからテレビマンディレクターとかそういう番組作る側にもなりたいなとは思ってますね。就職はそっちメインでやってます、ね、マスコミとか、はい、あイタリアンはネタなんですか。イタリアンはその2個やりたいのが、まあ、あるみたいなんで、はい、1つはそのイタリアンの会社、もう1つはテレビでっていう両方かけてる感じですかね。実際に今アルバイトも本格イタリアンのところで働いてシェフとして修行してるっていうところで、はいはい、そうですね。だから自分のご自身の中でも整理がまだついてないっていうところですよね。そうですね。今はいろいろやってる状態みたいな感じですね、うん、でもなんかシェフ、テレビマン、お笑い芸人、はい、もうなんかなっちゃいけない職業のオンパレードみたいな感じですか。大丈夫そうですね、はい、だからこそそれ企業そその、はい、企業のみたいな、はい、イタリアの企業がちょっとやっぱなんか安泰に感じて、でもちゃんと真面目だからちゃんとで働いてもなんかそれなりにやっていけそうですしね。それなりにまあ普通にするのは多分可能だと思うんですけど、うん、やっぱりやりたいことがあるなっていうのは頭に残るところがありましたね。やりたいこととか得意不得意とか一切抜きにして、はい、どういう時に一番、はい、あこれでいいなって思う、これこのまま死ねたらいいなって思いますか。あその好きな人と喋ってたんですね。ピュアだね。いやでもそれって皆さんそうじゃないんですか。逆になんか好きな子とご飯行ってる時にその子の話聞いてる時が一番楽しくないですか。いやちょっと人と関わりたくないそうですね確かに人それぞれですね。確かにそれはそれだと僕の好きな子と結婚できるっていうなんか確約されてるなら全然何でもいいですね、仕事なんて。へえ、結婚がゴールだと。あ、結婚して幸せにその一緒に暮らすっていう好きな人と喋るのがゴールですね。ゴールというか、まあ、それが最高の楽しかった。なんかめっちゃ心現れるわ。え、じゃあその人にペットとして飼ってほしいって申し出たらいいんじゃないですか。いや、そのイエスって言わないですよ、多分そうですかね、はい、何でもするって言って。いや、そんな甘くないですね。実際に20回ほど告白もされてっていうところで、はい、20回ちょっとどういうレパートリーで行ったんですか。いやなんか普通に喋って3回ぐらいまでは緩急つけられそうだけど20回ってなるともはやマンネリ化してきそうなんで。いやだからもう普通に言って普通に断られるみたいなのがもう、はい、なんか7回目ぐらいからでまた帰るみたいな、なんかそれかちょっと気まずくなんかもう、ま、無理って言ってるじゃんみたいな、ちょっと怒られてみたいなあでも友達ではあるんですね。いやだから20回も会ってくれるってことはもうその時点ですごくないですか、うん、だから向こうはなんか友達としてですね、OK、で友達としては2人で会ってるんですか。そうですね。友達だから20回もいろいろ言ってくる人すごいですよね。関わりたくないですよね。20回も相手してくれてるわけだからね。それがなんかすごい大きいシグナルなんじゃないかなと。多分それは僕が何言ってもその無理ってならないからだと思うんですよ。20回断られても全然フラットに喋れるんで、なんか向こうも気まずくなるのかな。もはやただのストーカーなんじゃないかって言うんですね確かにじゃないですか。確かにじゃない。通報されたりしたことないんですか。ないですよ、はい、一応友達ですと思う、ちゃんと何回も言ってるだけじゃないですよね。なんかだんだんちょっと怖い話みたいな、怖い話になってる怖い話ではないです。怖い話ではないです、ね、はい。まあでも逆に通報してほしいですね。もしそれでこれ見ててもしそう思うなら全通報してもらったら僕やめ、でも絶対違うと思う、それはね、さすがに。でもその第一の最優先がやっぱ家庭とか結婚とかっていうところにあるっていうことは、はい、そうなんです。まあそれはある種どこの選択のキャリアを選んでもそれさえ、まあ、あればまた頑張れるってことですもんね、はい、そうですね、うん、そこは絶対にあると思います。なんか聞いてると職業と か, なんか仕事っていうよりもっとなんか家族とか、うん、あのパートナーとかの方がなんか全然エネルギー強いんじゃないですか、うん、そうですね。だからそっちに大学生もエネルギー割いてますね。そうしたらなんかもう最低限の生活できる、はい、あの必要最低限の仕事だけやればいいんじゃないですか。そうですね。だからあの普通の企業が一番安泰なところになるのかイタリア企業テレビ局あ、まあ、イタリアン、あ、イタリアン、まあ、安泰って悪いんですけど、うん、自分が
まあ、ある程度熱意持てて、自分にある程度向いてて、みたいな、適切な仕事みたいなところで向いてるのかなと思うんですけど。だからなんか僕の知り合いの作家の人がいて、はい、芥川賞作家なんですけど、はい、作家になる前サラリーマンやってたんですよ、うん、でその時の仕事の最重要条件が勤務時間が短い、うん、で給料が低い。低いか、なんでですか。でなんでかっていうと、まず勤務時間短くないと他の楽しみを楽しめないじゃないですか、はいはいはい、短くないといけない、はい、で中途半端に金持っちゃうとお金使うのも時間かかるし、いいもん飲み食いしたりすると太ったりしてあんまいいことないじゃないですか。あ、だからできるだけ貧乏でできるだけ暇で、自分のやりたいことをやりたいようにやれるような生活をしたいみたいなスタイルで生きてたらしいんですよ、うんうん、なんかそういうのが向いてるんじゃないかな。まあやりたいこととかも結構どうでもいいんじゃないかな。彼女さんさえいれば。そうっすよね、はい、ある種ビルやオンとの奴隷にならないっていうところ、 それってなんかやっぱ就活でなかなか言えることではないかなっていう、うん、いやいいんじゃないですか。そうですかね。そういうこと言ってたら目立つじゃないですか。いやでもやっぱりさっきみたいな自己 PR と言われても最低限なんかマナーと言いますか、就活の枠にはなんかちゃんとした人だろうな、なんか行く。どうなんですか。いやそれでなんか妙にすごい強い自我を持ってたり、はい、すごい行くべき、こっちに行くべきみたいな、はい、なんか意思を持ってたら会社からしたらちょっとやばいなって感じすると思いますよ、うん、はい、だけどなんか中途半端に普通に作り込まれた自己 PR とかをスラスラと語る人が一方にいるじゃないですか、はい、でもう一方に自分が目指すべき生活スタイルがはっきりあって、はい、でそのためにこの仕事でちゃんと仕事することが重要っていうふうに言う人がいたらするじゃないですか、はい、なんか後者の方が全然説得力があるんじゃないかって気がするんですけど。確かにそうなんですけど、やっぱりなんかそういうことを第一望なん、そういうのが理由なんみたいな、なれなれんのがちょっとあんまり就活とかやったことないんで怖いかなっていうのは正直なところで、そういうのがなければ。絶対芸人やっちゃダメですね。いや、なんか多分コミュニケーションのスタイルがあれだと思うんですね。大きなリアクションを求めてないんだと思うんですよ、うん、相手にとってですか。自分が相手から大きなリアクションを得ることを求めてない感じがするんですよね、はい、ネガティブでもポジティブでも、はい、でだから多分本当に、ね、猫と猫がじゃれ合うみたいな、はい、コミュニケーションを好きなことしてたいみたいな感じなんだと思うんですよ。そうですね。でも芸人とかでも真逆じゃないですか。そうですね。芸をするとか、なんか運動して焚きつけるとか、なんかそういうのと結構逆行してるかなっていう気がするんで、うん、そうですね、その猫スタイルで生きていけばいいんじゃないですか。そうですね。やっぱりでもね、まあね、でも漫才とかしたいですけどねっていうのは。いや、漫才なら やればいいんじゃない。なんかやっぱ豆トークとか出たいじゃないですか。、うん、ちょっと厳しいんじゃないかと。いやでもこれをね、めちゃくちゃ分かります。出たいっていう、はい、これを糧にして、はい、エネルギーに変えていただけたらなと思います、はい、じゃあ相談の感想といいますか、解決されましたか。はい、でも僕の思ってることをやっぱりズバリ言われるんで、うん、やっぱそうだよなっていうのが大事と、でもやっぱそうだよなってなりたくないっていうので、うん、また悩みが増えましたね。でもめちゃくちゃ良かった。良かったです。良かったです。いや、良かったです。でもこれを見てでね、はい、同じようにやりたいことあるけど、まあ、そこまで働く、それを職業にするかっていう迷ってる人には、すごく、はい、一意見として参考になったのではないかなと思います。ということで、成田さん、貴重なご意見をいただいてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。5年後に看板番組を持たれてるんだろうな。おー、期待しております。ありがとうございます。いや、めっちゃ、じゃあこれ5年後ちょっと見返しましょう。そうですね。こんなことも言ってたなって。ちょっと新しいスタイルの芸人として。はい。いや、そうっすよ。新しいカテゴリーを作ったらね。はい、競争相手いないんで、猫じゃらしスタイルで。猫じゃらしスタイル。わかりました。でも意外に芸人の中でも面白くない芸人って結構いるなと思って。別にそんな笑い取ってない芸人の人が多いと思うんですよ。まあ、それの一番いい例とか、なんか田村敦さんとかそういう感じかなと思っていて、敦さんの話聞いて爆笑するみたいな経験って少し最近あんまなくないですか。うん、ないですね。だからなんかその人がいることでなんとなく空気が和むみたいな、うん、ペット的な存在、はい、
で別にそんな話をしきってるっていうわけでもない、うん、まあ、そういうスタイルも全然あるんじゃない、おどういう結果になるかわかんないですけど、はい、幸せな人生を送っていただけたらなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。